こんにちは、鹿の間です。本日は久しぶりの中国メイクをやっていこうと思います。今までは日本のコスメだったり韓国のコスメを使って中国メイクやってきたんですけど、今回はじゃじゃーん、中国のね、この花にしこって書いて何て読むかも忘れちゃったんですけど、ちょっと分かったら概要欄に貼っておきます。このね、中国コスメを使って中国メイクをやっていこうと思います。これ中国でかなり有名なブランドで、中国のモデルさんとかアイドルさんとか女優さんとか結構紹介してるんですよ。なのでずっと欲しいって思ってたんですけど、日本から買う方法がなくて中国行って買ってやるってずっと思ってたんですけど、なんとね、今回このブランドさんから商品をいただきました。なんて素敵な贈り物なんでしょう。もうね、嬉しすぎてこれ届くまでもう超ウキウキしてました。なのでこの動画撮るのめっちゃ楽しみだったんですよ。このコスメのね、いいところは商品だけじゃなく、モデルさんがね、私の大好きなキクちゃんなんですよ。はい、元 SNH48 の従人員様です。多分有名なんで知ってる方多いと思うんですけど、彼女がモデルを務めておりまして、私がね、このブランドの担当の方に、私このモデルさんのキクちゃんが大好きなんですよって言ったら、なんと4枚もポストカードを送っていただきました。これお家に飾りたいと思います。ありがとうございます。今日はですね、もうめっちゃ可愛いアイシャドウパレットも2つあったり、リップもね、いろいろ入ってるので、もう実際にね、もう腕消しちゃったんですけど、実際にスウォッチして色味を見てたりしております。それではもう早く紹介したいので、今から始めていきたいと思います。それでは早速始めていこうと思います。今回使ってるカラコンはユーザーセレクトのサニーブラウンで、下地が入ってなかったので、本日もプリマビスタの粉吹き防止下地を使用しております。まずはこちらのファンデーションからやっていきたいと思います。ファンデーションはですね、お粉とこちらのクッションファンデが入っておりました。ちょっとね、読み方がわからないのでそのまま表記しておきたいと思います。日本でもね、発売されるということなので、またね、値段とか分かり次第概要に入れていこうかなと思ってます。とても古風でおしゃれなデザインでございます。もう箱だけでもね、テンション上がるんですけど、クッションファンデも可愛いんですよ。蓋を開けると中はね、クッションファンデなんでパフが入ってて、ちょっとね、普通のクッションファンデと違うのはこの形ですね。この先が尖ってるから小鼻とかも塗りやすそう。分厚さはこれぐらいです。書きます。この音いいよね。色味はこんな感じで、暗めなのかなと思うんですけど、実際に塗っていきたいと思います。はい、こんな感じですね。分かりやすいようにまずは半顔だけ塗ってみたいと思います。このね、ファンデだけ見るとちょっと暗いかなって思ったんですけど、塗ってみるとね、とても肌に馴染みやすい。私よりワントーン明るいぐらいの色味かな。あ、めっちゃ綺麗に塗れる。密着度がすごい。わかります？ちょっと自分でも衝撃なぐらいに肌が綺麗に仕上がったのでびっくりしました。小鼻も綺麗に塗れてるんじゃないでしょうか。こっちの半顔だけクッションファンデ塗ってみたんですけど、比較してみるといかがでしょうか。強烈にでかいニキビ跡もね、いい感じに薄くなってくれたんで、まあコンシーラーいらずなんじゃないかなと思います。カバー力はまあそこそこですね。それではこっちの半顔も塗っていきたいと思います。かなり素肌感あっていいんじゃないでしょうか。クッションファンデを塗り終わったら、次はお粉に移りたいと思います。お粉の箱がこんな感じです。こちらもね、古風なデザインで、さっきトンボだったんですけど、こっちは鳥ですね。で、お粉の本体がこんな感じです。3番ですね。3番の、あ、読めないですね。結構白っぽい色してます。はい、蓋を開けるとこんな感じ。あれをここで、あ、つきますね、白いのが。あ、細かい。ちょっとあまり近づいても質感わかんなかったんですけど、さっきのクッションファンデがかなりしっとりしてたじゃないですか。その上からこのお粉を塗るとね、しっとりは消されないんですけど、サラサラします。でもしっとりしてる。伝わるかな、この感じ。ほんとセミマットのちょっとしっとりよりみたいな感じ。そしてベースが終わったらアイブロウに移りたいと思います。ありがたいことにアイブロウもしっかり入っておりました。中国のね、アイブロウのすごいところって、まあ、中国全てがそうってわけじゃないんですけど、2本目までついてるんです。こんなん2本ついてたらリピートしたくなっちゃうよ。アイブロウ自体はこんな感じで、先が三角になってとても描きやすそうです。3番って書いてあります。こんな色、私の髪色が今若干アッシュなんで似合いそう。それでは眉毛描いていきたいと思います。まずは眉尻の方から描いていきましょう。眉尻のね、下のラインを一旦先に描いておきます。描きやす、待って、描きやすい。細いってこんな描きやすいん？一旦下の眉毛の線を
吐いてシュッて、で眉尻高めますよ。この眉山高めに書いて、この眉頭部分剥げてるんで、ちょっと剥げてる場所だけ書き足す感じで、であとは毛の流れに沿って書いていくよ。結構ね、中国のレッドでレビュー見てたりするとの眉毛黒い人多いんですよ。ハイトーンなのに眉毛黒いとか。でもそれが中国感あるんですよね。で中国って鼻筋とかの陰影って大事じゃないですか。でも今回ねシェーディングが入ってなかったんで、このねアイブロウを使って鼻筋描いていきたいと思います。描けるかな、アイブロウを鼻筋に、あ、いけるいける、描いていきます。これ私の中国メイクの掟と言っても過言ではないぐらいなんですけど、ここのね上部分を開けることによって面長にならないように見せます。まあ、顔のパーツによってはここつなげた方がいい人も多いと思うんですけど、なるべくここ離した方がナチュラルに見えるんで、ちょっと実際片方だけぼかしていきたいと思います。あ、ぼかしやすい。多分硬すぎるアイブロウだとこんなポンポンだけじゃ馴染んでくれないと思うんですね。この勢いで鼻先ももうちょい綺麗に尖らせておきましょう。この鼻先もこんな感じで、この鼻の穴の内側に入るようにぼかします。はい、鼻筋アイブロウで描いてみたんですけど、いかがでしょうか。次は何しようかな。チークらしきものが2つ入ってるんですけど、まず1個目、チークじゃないかな、これは。はい、チークでした。あら、かわいい。ちょっともう1個開けてみますね。どうか。でも色違いな気がする。あ、パッケージ一緒だ。あ、俺ん、オレンジのチークだ。かわいい。どっちにしよう。どっちも可愛すぎてこれ悩みますね。ちょっと実際に手に出してみたいと思います。まずはこのオレンジから。あ、え、めっちゃサラサラ。あ、かわいいね。ゴールドでした。ゴールドってかオレンジゴールドみたいな感じ。実際に塗ってみましょう。あ、これチークにするのはちょっとあ、でもぼかせばいいのか。色味はこんな感じです。このピンクの方が、え、なんかねクリームチークなんですけどふわっとしてる。なんだこれ。でも髪色がねちょっとブルベ寄りなんで、今回はピンクつけていきたいと思います。実際に塗っていきたいと思います。今回中国メイクでちょっとかっこよく見せたいので、だんだん頬上に上がっていくように塗っていきます。どうです、このピンク。でチークが終わったらアイメイクに移りたいと思います。今回アイシャドウは2ついただきました。それではまずはこちらの1番から紹介していきたいと思います。1番のアイシャドウのパッケージはこのピンクのような大理石のようなとっても綺麗で上品なデザインです。裏面にはね、ここに何色が入ってますよってちゃんと表記してくれてます。ありがたいですね。で中を開けるとタラーン、こんな感じです。透明の敷物が入っておりまして、こちらにも何色が入ってるよってちゃんと書いてくれてます。はい、色味はこんな感じで全部で9色ありますね。はい、こちら実際に塗ってみたんですけど、色味いかがでしょうか。そして2つ目に紹介するのが4番のアイシャドウです。あ、なんか五重の塔があるな感じで、裏に色味がちゃんと書いてあります。はい、4番のアイシャドウ中身はこんな感じです。可愛いですね。私はあんまり使わない色味が多いんですけど、この可愛さだと挑戦してみたくなる。こっちの色も実際に見ていきましょう。はい、こちら実際に4番の色味を塗ってみたんですけど、いかがでしょうか。 1,2,3,4,5,6,7,8,9 と9色あります。もうね、全色使いたいぐらい可愛いんですけど、やっぱ選ばないといけないんですね。でもやっぱチークがピンク系だったので、ピンク寄りにしていきたいなと思ってます。それではまずベースとして、この4番の1番の色味を使ってまぶた全体に塗っていきます。若干オレンジ系ですね。肌色かな。ベースにするにはとってもいい色ですね。そして余った色でグラデーションを作るようになじませていきます。そしてこのラメを先っちょに取って、まず目尻の方に塗っていきます。外側から内側に向かって描いていきます。でちょっと目尻から突き出して、黒目の真ん中部分ですねまで持ってきます。あと指でぼかす。このメイクはひとえさんもきっと似合うと思うので、ぜひやってみてください。でこのゴールドがね、せっかく可愛いので細い筆に取って、こ
この黒目の上に塗っていきます。中心部分ですね、まつげの生え際部分に描いたらナチュラルだと思います。イエベさんとか特にね、ピンクだけじゃ合わないって人多いと思うので、ゴールドとかイエロー系を混ぜてあげると肌なじみが良くなります。で、このねラメさんをまた細い筆で取って目頭に描いていきます。いやー、かわいい。またこのピンクのね濃いラメを細い筆で取ります。で、この黒目からまっすぐ横に向かって描いていきます。このまつげの生え際に描くんじゃなくて、黒目から直線に横向きに、こう横に描くんです。中国メイクではよくこのメイクしてる人が多いです。ラストはこの一番の白色を使っていきます。で、さっき描いたこのピンクの上に軽く塗っていきます。ここはまだ目ですよってね。はい、片目だけアイシャドウ完成したんですけど、いかがでしょうか。こっちのまぶたも同じように描いていくので飛ばします。で、リップに移る前にリップがね3色ございまして、パパッとね色味をレビューしていきながら塗っていきたいと思います。このブランドはかなりリップが有名なので知ってる方多いと思います。じゃじゃーん、リップにですね絵が彫ってあるんですよ。見えるかな、これ。てか、この色かわいい。この色やな、今日は。色味はボケるな。こんな感じで、あ、赤、想像以上に赤だった。結構深い色かなと思ったんですけど、明るめの赤の色味です。しかもね、中にちゃんとね紙が入ってるんですよ。多分使い方とか成分詳しく書いてあるんだと思うんですけど。で、2番目に紹介する色味が M119 です。これもまた赤の色味ですね。実際に塗っていきましょう。なんか最近ピントが全然合わない。こっちはオレンジ寄りの赤ですね。あ、こっちの方が色味深く感じる。そして3色目の M407 はパッケージの色が違いました。こっちはコーラル系の赤ですかね。この407もしっかりと彫られたデザインでございます。これはピンク寄りですね。はい、3色塗ってみたんですけど、いかがでしょうか。今日はこの真ん中の119を塗っていきたいと思います。今日はちょっとグラデーション風にポンポン塗りでいきたいと思います。あ、でもこれぐらいが可愛いのかな。てか、めっちゃしっとりしてます。ちょっと今日はこのリップを使ってね一日過ごしていきたいと思います。それではちょっと髪の毛しっかりとセットしてきます。はい、ちょっと前髪めっちゃ浮いたわ。こんな感じで中国コスメを使って中国メイクやってきたんですけど、いかがでしたでしょうか。何か気になるコスメはありましたか。中国のコスメって、まあ、怖いとか肌荒れそうとか危険だとか結構ねマイナスなイメージ持たれがちなんですよ。でも中国コスメはめちゃくちゃ可愛くて安いものも多いので、私の動画を通してね中国の魅力とか中国コスメってこんなにすごいんだぞっていうのがね伝わるといいなと思います。もう前髪やばい。それではね今日はこの辺にしておきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次回の動画で会いましょう。バイバイ。